はいどうも、ギタープレートハンドフラの松本です。トマンダーソンですね。はい、もう書いてあります。本日2本目の入荷でございます。いやー、このケース単品売りしてくれって言ったらめちゃめちゃ高かったんで、ちょっとおそらく日本では発売にはなりませんが、いいケースですよ。はい、ぜひぜひ、見ていただきたいと思います。それでは開けていきましょう。はい、それでは行きましょう。オープン。あれ、エンジェル2本目。この不思議な色ですね。うわー、バキバキでござるぜ。これちょっと邪魔なんで取ってしまいます。いやー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 、これこのキャラメルメープルだ。あー、すごいですね。いやー、やばー。ちょっと、IQ が3ぐらいになってしまいましたが、トム・アンダーソン・エンジェル、こちらは、多分ナチュラルですね。はい。何このトップ材っていうところですけれども、非常にですね、木目がいいんですよ。はい。いや、すごいですね、本当に。こちらは、キャラメルフレームメープルトップですね。よくね、この、はい、ネック材なんかにキャラメルメープル、いわゆるローステッドメープル使われますけれども、実はトップ材でも選べる時期がございます。はい。ある時じゃないと、まあ、選べなかったりするんですが、今回こちらは、アメリカの工房に行った際ですね、まあ、僕がこう、ひとしきりキルトとかフレーム選び終わって、ふぅ、と満足していたら、まあ、木材選定担当の、男がですね、ちょっと見せたいものがあると。ちょ、持ってくるから待っててくれ。つって、まあ、持ってきて、まさに今届いて、こう、まあ、なんでしょう。段ボールから開けて見せてくれたのがこの材だったんですよ。もう見た瞬間、マジで？どうした？と思うぐらいですね。非常にかっこいい材でございました。いや、これやばい。これはね、ぜひ実機を見ていただきたいです。すごいです。なんて言ったらいいでしょうね。なんか、普通じゃないですね、これ。波じゃないというか、うん。ただものじゃないという感じの、なんでしょうね。すごいな。まぁ、ちょっとね、アップチャージ高いんですけど。いや、これすげえ。伝わる？これ。いやー、伝わってほしいなー。スペックを見ていきましょう。ほい、トム・アンダーソン・ギターワークス・エンジェル、お色はナチュラル・ウィズ・バインディングでございますね。はい。で、こちらが、ちょっとすみません、ちょっとね、書いてないんですけど、これは、キャラメル・フレーム・メイプルトップのマホガニーバッグになります。キャラメル・メイプルはですね、いわゆるローステッド・メイプルと言われる、なんて言ったんでしょうね、特殊な熱処理を加えたメイプルの一種なんですけれども、トム・アンダーソンはですね、ネックでキャラメル・メイプルとチョコレート・メイプルという2段階のローステッド・メイプルがあったんですけれども、これはキャラメル・メイプル比較的ちょっとですね、やや浅めの熱処理の加工をした、キャラメルメイプルをトップ材にしてしまうというですね、大丈夫かと思いますけれども、非常にですね、いい感じですね。このフレーム木がね、なんて言うんでしょうね、キャラメライズド、いわゆる熱処理を加えることによって結晶化するんですね。なので非常に陰影が強く出ます。これナチュラルですからね。これ色塗ってないんですよ、これ。やばいですよね。はい。ということで、こちらは私が選んできたトップ材になります。ネックはキャラメルメイプルで、指板はローズウッドになっております。スケールは 25.5 インチ、フェンダースケールで、今回は普通のナチュラルヘッドですね。はい、キャラメルメイプルなんで、ボディトップと合ってていい感じです。ナットは1と8分の5細いタイプで、こちらもヘビーフレット、大きめのフレットになっております。ネックシェイプはイブンテイパープラス 0.03、 こちらも、程よい C シェイプで、どなたにも握り込みやすいシェイプになっていると思います。肌やはクロームでヴィンテージトレモロと、ロッキング中段を採用しております。ピックアップは SSH 配列になっておりまして、フロントから SC1SC1 リアが HC2 プラスという組み合わせになっております。トマナソの中では出力抑えめで、なんて言ったらいいでしょうね、ヴィンテージモダンとか言われるようなサウンドですかね。いい感じの組み合わせになっております。コントロールは、こちらマスターボリューム、マスタートーンに 5A セレクターで、これタップスイッチですね。はい、スプリッターと言われてますけど、こちらのハムバッカーのタップスイッチと、これミドルピックアップを選んでるときにこれ引き上げていただくとフロントとリアのミックスになります、というそんなスイッチになっております。スイッチ類よりはですね、非常にシンプルで扱いやすいんですが、音数は実は負けてねえぞというですね、そんな組み合わせになっております。全体を通してですね、まあそうですね、やっぱりこの個体はやっぱりこのトップ材がすごい印象的なんですけれども、全体的になんでしょうね、渋めの、木材の魅力を生かした一本になってると思います。
やー、いかがでしょうか。これやばいですね。はい、いいですね。いやー、これ木目がね、もうなんかえらいことになってますけれども、はい、こちらのトップ材は、キャラメルメープル、いわゆる熱処理を加えたローステッドメープルと呼ばれるタイプのものですけれども、フレームメープルでね、そちらをしますと、結晶化してこんな感じで木目が極端に際立ちます。これナチュラルですからね、木材本来のお色味でこれなので恐ろしいです。はい、ただこれよく聞こえますが、じゃあなんで全部やんないんだよと言われる方もいるかもしれません。問題はですね、この処理をしますと、見ていただいたら分かる通りですね、木材自体が茶色くなっちゃうんですよ。ローステッドメープルネックをご想像いただければ分かりやすいと思うんですが、なのでですね、こういう鮮やかなやつは濡れません。はい、汚い色になっちゃうんでできないんですよね。こういったキャラメルフレームメープルトップ、非常に木目いいんですが、ナチュラルもしくは、サンバーストレスとか暗めのカラーしかできませんので、そういう意味ではですね、もうごまかしの効かない木材一本勝負みたいなルックスになります。まあそのなんでしょうね、ルックスを狙ってオーダーしたわけですが、いやー、いいでしょうこれ。びっくりしちゃいますよこれ。本当にね、なんかすごいんで、ぜひ実物を見に来てください。はい、いやー、すごいです。ただ、やはりキャラメルフレームメープルは普段オプションにないだけあって、ちょっと高いです。はい。ちょっと高いです。すいませんが、まあ、かっこいいから、いいよね。はい。本日から店頭展示開始いたします。気になる方は、ぜひお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。